43歳野中がリングに戻ってきました。 WBO アジアパシフィックミドル級タイトルマッチ、野中雄貴対越川航貴の一戦、まもなく始まります。白のグローブ、白のトランクスがチャンピオンの野中雄貴、青のグローブ、青のトランクスが挑戦者の越川航貴です。集中力を高める両者、まもなくタイトルマッチのゴングが鳴らされます。さあ第1ラウンドが始まりました。リング中央、青のグローブがチャレンジャーの越川航貴、白のグローブがチャンピオンの野中雄貴です。グローブを交えていきます。前に出るのは越川航貴、左のオーバーフック、距離を取るのが野中雄貴です。改めて放送席の解説は元 WBA 世界スーパーウェルター級の暫定王者、石田信弘さんです。石田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよタイトルマッチ始まりました、はい、序盤この立ち上がりどのように見られますか？そうですね、やっぱり越川がプレスをかけて、そのプレスに対して野中君がやっぱりジャブをつきながら動いてカウンターを取っていくっていう展開になるんじゃないかなと思います。リングを時計回りに回りながら距離を取っているのが白のグローブの野中雄貴です。そしてリング中央、青のグローブが越川航貴、このようにプレスをかけていきます。越川はこのように距離を潰すことによって、相手に自分のボクシングをさせないと、それが自分のボクシングだというふうにも話していました。しかしそこで前に出させないように手数を出しながら距離を取る野中です。野中君もね、やっぱり入ってくるところにうまいカウンターがあるんで、はい、ストレートもねうまいんで、タイミング合えばダウンも奪えるんじゃないですかね。今も越川が入ってくるタイミングで左のストレートを伸ばしていたのが野中です、はい、さあ距離を見ながら取りながら相手をじっと様子を見ているのが野中雄貴です。さあコーナー際、右のフック越川しっかりと対応したのが野中です。右のストレート、これもしっかりとかわします。ブロックを敷きながら左のボディ伸ばしていきました野中雄貴。ここはお互いまだ探り探りといった立ち上がりです。右のジャブ、左のストレート、様子を見ながら右のジャブ2発放っていきました。左のストレート変化をつけてくる野中、右のフック越川です。さあ距離を潰す越川、はい、そして距離を取りながらカウンターを合わせようという野中の一戦です。第1ラウンドは残り1分を切っています。右のジャブ、リンコーナー際です。ここもクリンチ逃れていったのが野中。ここまで今日が48試合目の試合という野中雄貴、豊富なキャリアを誇ります。一方の越川もこれがプロ12戦目なんですが、アマチュアでは70戦以上の戦績を誇ります。その両者の戦い、さあかいくぐる、はい、やっぱりね、あの越川選手もやっぱアマチュアキャリアあるだけにね、テクニックもあるんで、ペースの潰し方もやっぱり上手ですよね、はいはい、さあ標識が鳴りました。残り10秒、
手数を出していたのが野中です。マウスピースがここで第1ラウンド終了です。嵐の前の静けさなんでしょうか。お互い距離を探りながらの第1ラウンドとなりました。石田さん、はい、石田さんの戦前の予想通りといいますか、あの、はい、プレスをかけていく越川、そしてかわしながらカウントを狙う野中という形にもなりましたが、はい、第1ラウンド印象いかがでしたか。そうですね、野中君も、ね、入ってくるところに左ストレート、左アッパーであったり、はい、やっぱりカウンターをしっかり狙おうとしているんで、越川選手も不用意に入ると、ね、パンチをもらっちゃうんで、はい、ディフェンスを考えながら越川としては今のようにしっかりとプレスをかけながらインファイト、自分のボクシングをするというのがやはり狙いとしてはあるということですね。はい、そうだと思います。さあ、探りながらの第1ラウンドでしたが、この第2ラウンドはどうなるでしょうか。第2ラウンドが始まりましたと、ここは野中から手を出していきました。リング中央プレッシャーをかけていく、そして野中が出ていく、そうですね、左のストレート、はい、1ラウンドやっぱりね、距離を取って様子を見たんで、このラウンドちょっと前に最初は出鼻をくじこうというと野中選手だと思います。少し入り方変化をつけてきました野中陣営です。右のジャブ、距離をつかみながら越川がアッパーを合わせていきました。右はたくようなパンチ、リング中央白のグローブがチャンピオンの野中勇気です。踏み込んでくる、うん、ここは拳が交わり合う近い距離での打ち合いとなります。距離を探りながらジャブを刺していく、右のストレート越川が捉えました。右のね、越川選手の、右のストレートから左ジャブの返しがすごくうまいんで、野中君もね、やっぱり不要に右のガードを下げてると左ストレートをもらっちゃいますよね。越川は実はそれまではスーパーベルター級で戦っていまして、今回ミドル級に上げてきて初めての試合、まあ、そういった面では減量幅も減りますし、パワーというのはついてるかもしれませんね、はい、やっぱりもともとね、KO 率の高いパンチ力のある選手なんで、はい、はい、越川はここまで9勝のうち 6KO、 KO 率は 67% を数えます。越川の右というのは非常に威力があります。そのあたり野中陣営も警戒しています。さあ、じっと様子を見るのはチャンピオンの野中勇気です。相手のボクシングには付き合わないようにしっかりと距離を取りながらリングステップワークをしています。左のストレート、すぐに左を返していったのが越川です。右のジャブ、牽制する、このあたりのうまさがあります。巧みにコーナーワークで逃げていきます。すぐに距離を取るのが野中です。打っては離れというアウトボクシング、このあたりも野中の持ち味。さあ、越川のパンチ、さあコーナー側際を追い詰める、そこにストレート合わせていたのは野中です。野中が入れ替わってストレート、このあたりは冷静さも見せました。石田さん、今、はい、越川のストレートが当たって野中がコーナー間際に追い詰められたんですが、はい、すぐさま左のストレート差し返しましたね、はい、第2ラウンドは両者打ち合いの展開。さあ、ここもコーナー際追い詰めたのは越川、探りながらどう攻めていくのか。右のジャブ、距離を取るのが野中、左のストレート、さあ、じっくりじっくりプレスをかけていくのが越川です。巧みなフットワークでさばいていくのが野中、左のボディ、このボディを練習でも対応していました野中です。さあ、ウィービングかわす、ただ越川も圧力をかけ、ここで第2ラウンド終了です。さあ、石田さん、第2ラウンド動きもありましたね、はい、そうですね、やっぱり重量級らしい試合が、はい、繰り広げられましたね。やっぱ一発、ね、あるんで、お互いにいつダウンが奪えれるのかっていうのは、はい、思います。野中が足を使いながら、まあ、さばいていったんですけれども、しっかりと越川も深追いしすぎずですけれども、はい、捉える場面もありましたね、はい、はい、右ストレートも、ね、いいタイミングで打ってて、その後の返しもいいんですよね。右から左の返しが野中さんにちょっともらっちゃってるんで、はい、こちらがチャレンジャーの越川光輝です。習志野高校、駒澤大学と経て2014年にプロデビューしています。ここまでプロ通算11戦9勝2敗、今日が
1年と8ヶ月ぶりの復帰戦となります。さあ第3ラウンドが始まりました。どのような攻防を見せてくれるでしょうか。 WBO アジアパシフィックミドル級タイトルマッチです。リング中央、青のグローブが越川航基チャレンジャー、白のグローブが防衛2度目の防衛へ向かう野中裕基です。先ほどは打ち合う展開も見せました両者。ここも巧みな左フック捉えています。ウィービングしていったところ左フック越川が捉えました。右のジャブは野中です。左のオーバーフック、しっかり見ています。この辺りは越川です。そうですね、野中君もね、はい、左ストレートと左フック左アッパーっていろんな、ね、角度でパンチを打ってくるんで、なかなか越川選手としては見えづらいかもしれないですね。そのあたり越川のガードっていうのも非常に揺さぶられる部分はありますか。そうですね、ストレートだと思ってガードを中に絞ると左フックであったり左アッパーであったりするんで、いわゆる死角からの攻撃になる、はい、ということですね、はい、さあそのあたりの駆け引きがこのリング上では行われています。WBO アジアパシフィックミドル級のタイトルマッチです。試合は第3ラウンド。左のストレート打ち終わりを狙っていました越川です。さあここはコンビネーション、両者拳が交えます。左のストレート、左のフック、一発のパンチは越川もあります。そして野中にはこのテクニック、また踏み込んだ時の左ストレートには非常に威力あるものがあります。左のストレートボディ伸ばしていく、しっかりと打ち終わりもケアをしていました野中です。変化をつけてくる左のフック、序盤ねやっぱり野中君は硬いかなというイメージがあったんですけど、だいぶね体も温まってきて柔らか、動きもスムーズになってきて、はい、リードも、ね、はい、良くなってきましたよね。実は試合前、野中陣営、桂トレーナーが話していたのが、唯一の不安要素というのが、実戦が約2年空いていると、はい、若い選手の2年と野中、43歳の野中の2年は違うので、そのあたりが実戦でどう転ぶか分からないと、不安要素も口にしていましたが、はい、石田さんの見立てによりますと、そのあたりもだいぶもう改善できてきていると。そうですね、やっぱり序盤ね、ちょっと硬いかなというイメージがあったんですけども、はい、この3ラウンド目になってきて、だいぶね、体も動くようになってきて、パンチも見えてきてるんじゃないですかね。さあ本領発揮する両者の戦い、この後どういった展開になるのでしょうか。第3ラウンドも残り30秒を切っています。左のフック、野中の左拳が捉えました越川を。ボディ、越川もすぐにそこに右フックを合わせていく。ジャブで距離を取りながら様子を見る野中、ストレート打ち終わりを狙っているのは越川です。右のストレート、さあ第3ラウンド終了。先ほど石田さんから、まあ、硬さも取れてきたんじゃないかと、はい、チャンピオンサイドの話がありましたが、一方青コーナーの越川の様子というのはこの第3ラウンドを見ていかがでしょうか。ね、やっぱりちょっと不用意に入ってしまうと野中君の左ストレートであったりとか、左フックですね、はい、使うわけのパンチがあるんで、もうちょっと用心して、はい、入ってもいいのかなとは思います。ある程度しっかりと自分の距離を詰めるボクシングをしながらも、はい、不用意に入りすぎないと。そうですね、そのギリギリの攻防が必要だということなんですね。はい、はい、こうね、フェイントとか使いながら入っていくと、はい、ね、なかなかやりにくいと思うんですけども。越川はこの野中戦について、野中選手の印象についてですね、ずっと一戦で戦っている偉大な相手だと、リスペクトを持ってしっかりと倒して自分がチャンピオンになると意気込んでいます。さあ第4ラウンドが始まりました。中盤の攻防です。この WBO アジアパシフィックミドル級のタイトルマッチは12ラウンドで争われます。左のボディ、野中が狙っていきました。さあここもしっかりと距離を詰めていくのが野中です。青コーナー、左のアッパー捉えた、ジャブを伸ばしていく。うまいんですよね、やっぱり左の使い方が。ジャブ、ストレート、そしてアッパー、フックと多彩なパンチを今日も見せています野中です。実はこの試合の前に野中陣営が話していたのが、越川選手のこのガードが若干顎を固めるようなハの字型になるので、アッパーというパンチが有効になるんじゃないかということで練習を重ねていました、はい、
そのあたり今日も見せてきています。ジャブからのストレート、しかしここは越川もブロックを作っていました。じわりじわりと足を使ってリングサイドに追い詰めていくのが越川、しかしこの多彩なパンチで距離を取らせていくのが野中です。左のボディ、しかし越川強い気持ちで前に行く、そしてインファイトに持っていく。さあ左手を出す、野中も距離を取っていく。左のストレート、先ほどまでは右のジャブを出すタイミングで今ストレートを出していきましたね、はい、野中君もねだいぶリズム乗って、はいはい、ボクシングできてくるようになってきましたね。徐々に徐々にこのフットワーク、はい、軽やかさも出てきています。43歳の野中勇樹です。まあ、先ほどもお話あったんですが、石田さんもこの野中とは17年前にグローブを交えていますけれども、はいはい、その選手が今もこの第一線で活躍をしている、石田さんどのように見られますか？いや本当にすごいですよ、もう考えられないです。もう43歳でこんだけのボクシングできるなんて、ね、本当にいや素晴らしいと思います。フットワーク、うん、そしてこの運動量というのが野中の持ち味です、はい、この越川とは13歳差、野中は1999年にプロデビューですから今が23年目、まあ、20世紀からこのプロボクサーというのを仕事にしています、はい、強い気持ちを持って世界へ挑むんだという気持ちを持ってここまでプロのリングで戦ってきました野中です。さあそしてその野中にリスペクトを持って倒すと、人生を今日変えるんだと強い意気込みを持っているのはこの青コーナーの越川も同じです。左のアッパー狙っていったダブル、越川が狙い定めを狙いを持ってじわりじわりと歩んでいく、変化をつけて右回りにリングを回っていた野中。さあ第4ラウンドが終わりました。次は中盤の第5ラウンドに向かいます。こちらはチャンピオンサイド赤コーナーの野中陣営です。手前に見えるのが桂トレーナー、この桂トレーナーも野中選手と一緒に20年以上二人三脚で世界を目指してやってきました。二人で世界を取る、今もその気持ちは変わりません。それが43歳野中の原動力です。さあここまでは4ラウンドが消化しました WBO アジアパシフィックミドル級のタイトルマッチ12回戦です。解説は石田信弘さんです。はい、いや石田さんもうタイトルマッチにふさわしい、はい、嬉しい内容ですね、はい、すごい試合になりましたね。野中君もねやっぱりリズムを掴んで、はい、自分の流れに持っていくのかなと思うんで、越川選手はもう少しねプレスかけていきたいですよね。さあそのプレッシャーをかけていくことができるか、リング中央の越川、右のストレート伸ばしていく、ここはフットワークでかわしていく、さばいていくのが野中です。左のストレート捉えた、ここは一気にコンビネーション、距離を一気に近めて打っていきます。しかし左のストレート、ここも捉えた、野中のストレートがこのラウンド越川の顎を捉えています。第5ラウンド野中の左ストレートが越川を捉え始めています。ここもストレート、次はボディを狙ってくる、上下に打ち分けてくる野中、しかしこの越川も強い気持ちを持ってどん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 前に出てきます。この前に出てくる強い気持ちというのが自分のボクシングだと試合前越川は話していました。右のジャブ、ガードの隙間から通してきます。野中君は左ストレート、はい、左の使い分けがうまいんですよね。左ストレート、はい、左ストレートであったり左ストレートフックっていうんですかね、はい、左アッパーもそうですけど、相手からすると軌道が変わることによってやっぱり、はい、見失うような感覚なんでしょうか。そうなんですよね、どのパンチが来るかわからなくなってくるんですよね。相手の視覚、そういったものも使いながらコンビネーションを出しています野中です。そしてここは越川が攻勢を強めようかという場面で野中はしっかりとフットワークを使ってきています。左のストレート、
一方のこの越川サイドの動きとしてはいかがですか。そうですね、やっぱりね、あの単発ではなかなか当たらないんで、ワンツーで終わりじゃなくて3つ4つこの後つなげたいんですよ。もう1回つなげたいですね。ワンツーからこの後ですね、この後なんですよね。そうすることによってこの野中が足を使った後に、はい、攻撃が当たりやすくなるということですね、はい、そこまで追い切ることができるか越川サイドです。まあ、一方の野中はそこまで考えた上で相手の距離を外し切るということが求められるということかもしれません、はい、さあ試合第5ラウンド残り30秒です。左のアッパー変化をつけています。越川選手もまだ体が開きながらペースをかけてるんで、ストレートが当たりやすい位置になっちゃうんですよね。開きながらっていうのは、体が、はいはい、もう少し半身の方がパンチはもらいにくいと思うんですけどね。そうなるとしっかり足を使いながらということなんですか。プレスかけるときにちょっと正面を向きながらプレスをかけると相手の左ストレートをもらいやすくなるっていう。なるほど、このラウンドは野中の左ストレートが越川を捉える場面もありました。第5ラウンドが終了しています。試合は間もなく第6ラウンドに向かっていきます。 WBO アジアパシフィックミドル級のタイトルマッチ12回戦で争われます。こちらが青コーナー挑戦者の越川光輝です。青のグローブ、青のパンツ姿で登場しています。まあ、これまでも挑戦で道を切り開いてきたと。なのでこの青というのは自分のイメージカラーだとも話していました。人生を変える日にしたいと意気込んで臨んでいます。ファイトスタイルを見ててもやっぱり気持ちの強い選手なんだろうなというのはね、はい、見ててすごく分かりますよね、はい、第1ラウンドから前に前に出てきています。リング中央、左のストレート伸ばしていったの野中です。越川はしっかりと足を使いながら前に出ていきます。石田さんの見立てではワンツーの後さらに3、4と攻撃を重ねていくことが突破口になるのではという見立て。踏み込んでくる、踏み込んでくる、ここは足を使って3発目も打ち込んできました。右のストレートかわしていったのは野中です。試合は第6ラウンド、ガードを固めながら前に出るのが 青のグローブ野中です。左のボディ、これは捉えたか、右のストレートも捉えた。前に前に出ていきます。そしてリングを右回りに回っていくのがサウスポーの野中勇気。試合は第6ラウンドです。左のストレート、右のアッパー、前に踏み込んでくる、捉えています。さあこのラウンド徐々に越川のパンチも野中を捉え始めています。さあジャブで牽制するのは野中です。少し変化を見せました。右のジャブからの左のアッパー、越川は打ち終わりを狙ってジャブからコンビネーションを見せていきました。石田さん、このラウンド、はい、2人の距離感というのはいかがでしょうか。越川選手がね、いい形でプレスをかけて、はい、右からの左の返しがよくね、パンチ当ててますよね。先ほどまでと比べると、はい、少し距離が近まっているということですか。そうですね、さっきよりもだいぶね、越川選手がプレスをかけていって、はい、さあ野中がその距離感、さあパンチ捉えています。変化を感じ取って対応することができるでしょうか。越川はこのラウンド手応えをつかむことができるか。拳が交わります。第6ラウンドまで来ました。タイトルマッチの12回戦、さあこのラウンドも残り30秒です。右のフック、右のジャブ、フリッカー気味に変化をつけている野中のジャブです。左のストレート、ここも変化をつけました。このあたりは変化を感じて少しテクニックを見せてますね。はい、
やっぱりね、中瀬選手落ち着いてるんでよく見てませんね。左のストレート、さあ越川にリズムをつかまれそうになるやいなや野中がすぐに対応してきました。はい、第6ラウンド終了です。石井さん、ここで中盤、はい、まあ、6ラウンドまでが終わりましたが、ここまでの6ラウンド振り返っていただいてどのような印象になりますか？今はやっぱり野中君の流れで来ているのかなとは思います。やっぱり、ね、越川選手がもう少しプレスをかけてワンツーの後、その後もう一つ、はい、アピールポイント欲しいですよね。この第6ラウンド、はい、2人の距離が若干近づき、そして越川のパンチが捉える場面もありましたが、はい、まあ、その攻撃を続けていくことがこの中盤から終盤にかけて越川には求められると。そうですよね、 1-2 のパンチはなかなか難しいんで、その後 3-4 のパンチをつなげる、 5-6 のパンチにつなげるっていうのがやっぱり見栄え的にもいいんじゃないかなと思います。さあ、そのあたりこの中盤から終盤にかけて修正できるでしょうか。第7ラウンドが始まっています。白のグローブがチャンピオン野中勇樹、青のグローブがチャレンジャーの越川光輝です。このラウンドも両者豊富な運動量でリングを回っています。右のジャブ2発、越川です。左のジャブ、野中の左のストレート、ここは野中も避けるのではなく踏み込んできました。先ほどの までのラウンドとは少し変化がここでも生まれています。左のオーバーフック、両者を分けます。まあ、野中が話していたのがやはり世界へアピールするため、この激戦区ミドル級で世界へアピールするためには勝つことはもちろんなんですが、その中で内容も求められるんだと、チャンスがあれば倒しに行くとも話していました。はい、まあ、石田さん、この43歳にもなって、はい、なおかつまだまだここから進化をしていくというのはすごい、本当にすごい、本当にすごいと思います。いや、野中君の、ね、ボクシング本当に運動量が多いんで、はい、こんだけ動ける43歳がいるのかってもうびっくりするぐらいです。野中はこの試合を前にキャリアでは初めて走り込み合宿というものも行ってきまして、はい、2日間で50キロ以上にわたって走破をしてきました。またこの大会を前、この実戦を前に8ラウンド、そして10ラウンド、12ラウンド、はい、中1日でこなすという徹底的に自分を追い込んでこの一戦に臨んでいます。慢心はありません。すべては世界で勝つため、世界を取るためと話す野中です。一方のこの越川に関しても、まあ、野中のこのテクニックに翻弄される序盤もありましたが、はい、その中でもしっかりと自分のボクシング貫いてますよね。はい、やっぱり気持ちが強いボクサーだなっていうのがね、やっぱりこのファイトスタイル見てもすごくわかります。左のストレート野中が捉えました。まあ、捉えられる場面もあるんですが、越川が話していたのは自分のボクシングを最後まで貫くことができれば勝機はあるんだと、僕はその末には勝利が待っていると、そういった言葉も残しています。野中の左ストレート、越川は攻撃を受けながらも前に前に出てきます。ここも打ち割りのストレートを狙った、左のフックも最後見せてみました。右のジャブは野中、ストレート打ち割り、左合わせたのは越川です。さあ、残り10秒、このラウンドは左のストレート野中が捉えた。さあ、残り10秒切って今ゴング、第7ラウンド終了。野中が最後終了間際に素晴らしい左ストレートを見せました。さあ、次は第8ラウンドに入りますが、はい、実はもう8ラウンドなんですね、はい、あっという間ですね手に汗握る展開、はい、両者ともに持ち味のボクシングを序盤から見せてきています。タイトルマッチです。石田さん、そしてこの越川なんですが、はい、実はここまで最長でも8ラウンドというのが、はい、自身の最長のラウンドになるということなんですが、そのあたりの経験っていうのはもちろん練習でやってると思うんですが、はい、やはり実戦は違いますか？
8ラウンドからね12ラウンド、この残り4ラウンドやっぱ結構しんどいですよ。あ、そうですか、はい、それは体の面ですか、それとも心の面ですか。心の面もね、気持ちのスタミナっていうのもあってね、はい、はい、結構ここから山まで、はい、しんどいラウンドになってくると思います。気持ちのスタミナというのはやはり、はい、あの世界暫定王者までこの激戦区ミドル級で上り詰めた石田さんならではの言葉なのかなと思うんですが、やはり違うもんなんですね。そうですね、やっぱりねずっと集中しておくっていうのがね、はい、まあ、しんどいんですよね。でこのやっぱり終盤8、9、10あたりがやっぱり気を抜きやすいラウンドになってくるんで、はい、特にこのミドル級パワーがある階級です。一瞬の油断が致命的にもなります。その研ぎ澄まされた精神力集中力の中グローブを交えている両者です。共に1年半以上ぶりの試合となっています。今日のこの一戦、ボクシングができる、戦える喜びをかみしめこのリングに上がっている両者です。序盤から素晴らしい攻防を見せてくれています。青のグローブがチャレンジャーの越川幸輝、白のグローブがチャンピオンの野中裕貴です。このラウンドはまた1点距離を探りながらの攻防というのも見られます。まもなく1分半が経過しようとしています。第8ラウンドです。変化をつけた左のストレート、伸ばしていったのは野中、越川のワンツー、野中がフットワークでさばいています。コーナーを巧みに回りながら越川のパンチをかいくぐっているのが野中です。ちょっと越川選手の手数が減ってきたんで、はい、はい、もう少し、ね、手数欲しいですよね。左のジャブ、今越川のパンチを捉えました、うん、その石田さんがご指摘された手数というのは、はい、そのスタミナ面のものでしょうか、あるいはあの距離の関係なんでしょうか。やっぱり距離でね、なかなか、はい、手出しにくいんだと思います。手出してもね、やっぱり打ち割りにカウンターを狙われたりしてるんで、はいはい、野中のフットワーク、そしてカウンターというものが、はい、あまり手数に、越川の手数につながらせていない、はい、ということですか。はい、ただ先ほどの話に戻りますが、この第8ラウンド終盤にまでなってしっかりとフットワークを使うこの野中のボクシング、はい、大変なんですよね。いやもう、いや本当にすごい練習量だと思います。43歳野中裕貴、1年半以上ぶりの試合、うん、間隔が空いた中での試合となりますが、らしいボクシングを展開しています。左のフック、越川もじっと前を見据えながらパンチを放っていきます。さあここはクリンチ、標識が鳴らされました。第8ラウンドも残り10秒です。さあここで第8ラウンド終了です。両者拳、そして気持ち、意地、さまざまなものが交錯したこのタイトルマッチ、試合は終盤の第9ラウンドに向かっていきます。この越川にとって9ラウンド目以降というのは未知の領域です。これまでは8ラウンドというのが最長での試合です。そんな中、自分のボクシングを貫き、この赤コーナーの野中にパンチを浴びせることができるでしょうか。残すところこのタイトルマッチも残り4ラウンドとなっています。さあ第9ラウンドが始まりました。リングを右回りに回るのが野中、ここは少し変化をつけました。越川は足を使ってじわりじわりとプレッシャーをかけていきます。この構図は序盤から変わりません。さあ石田さん、はい、越川にとっては未知のラウンド9ラウンド目となりましたが、はい、ここからの試合のポイントを改めてお願いできますか。やっぱり、ね、ここからしっかりポイントを取りたいですよね。9、9、10、11、12ですか。こんなしっかりポイントアップしてあのアピールしたいところだと思います。いわゆるゲームコントロールという部分ですかね、はいはい、
ここまで石田さんの印象としてはどちらのペースということですか。今やっぱりね、あの、はい、野田君のペースでボクシングしてると思うんで、はい、となると越川にとっては未知のラウンド9ラウンド目とはなりますけれども、はい、ここからもしっかりと前に出ながら、そうですよね、はい、今みたいにワンツーなどの3発目、はい、4発目以降のパンチが求められると。そうですね、はい、さあそのあたりをそれを遂行するだけの気持ちの強さは越川もあります。左のパンチ、はい、欲しいんですよね、今左のジャブ捉えた後のパンチのことですね、はいはい、さあそのあたりはでも野中もしっかりとケアをしながらフットワークを使っていっています。野中はこの2010年以降の10年間で15勝2敗という成績を誇っています。敗れたのはいずれも後に世界戦を経験した選手のみ。野中曰く30を過ぎた頃から負けないボクシングが分かってきたんだと話しています。左のストレートを捉えた。ここで一旦ニュートラルコーナーに選手が分けられます。まあ、この熱戦、まあ、お客さんも熱くなっていたということもありまして一旦アナウンスが行われまして試合中断がありました。さあ第9ラウンド再開されました。ジャブからリズムを作る野中、左のフック、額からは血が流れている様子も伺えます越川です。ただ蹴りもことなく一気に距離を詰めた。3発目4発目と浴びせようかというところでクリンチに行きましたね野中が、はい、やっぱりこういうところもうまいですよね、はい、相手のパス続きを打たせないというところも。とここでバッティングあったでしょうか、はい、両者がぶつかる場面がありました。さあここで一気に畳みかけようという越川です。越川陣営は勝負どころを間違えるなというのがこの試合のキーワードになっています。さあしかしここはフットワークを使いながら距離を取っていく野中陣営です。左のストレート、ここもストレート伸ばしていく。さあ標識が鳴った、残り10秒、第9ラウンド両者のパンチが捉え始めています。左のストレート打ち終わり、フックを重ねていった越川、第9ラウンド終了。すごい打ち合いでしたね。はい、そして石田さんのご指摘がありましたがワンツー以降の攻撃、はい、このラウンド越川そういった強みも見せましたね。はい、素晴らしい打ち合いでした。そして、まあ、今流血があったんですけれども野中陣営ですかね、はい、あったんですがバッティングによるものということです。ちなみに偶然によるバッティングの場合はもう4ラウンド以降過ぎてます、5ラウンド以降過ぎてますから負傷判定に移る形になります。ちょっと傷の深さなどはここからは見て取れないんですがひとまず今のところは問題なさそうです。さあ試合は残すところ残り3ラウンドとなりました。大きな拍手に後押しを受け第10ラウンドが始まりました。ここも足を使う野中、そしてじわりじわりとプレッシャーをかける越川の構図、左のストレート伸ばしていった野中です。ここはフック、右のジャブを伸ばしていく、距離を潰したい越川、そして距離を取りながらのカウンターを狙うのが野中です。右のアッパー気味のパンチ、変化をつけています。3発このコンビネーションがあります。さあ越川が徐々に攻勢を強めてきているでしょうか。右左のアッパーボディ伸ばしていく、一旦コーナーに下がります。越川の傷の治療が行われるようです。確認を行います。右のまぶたの上ですかね、ちょっとこのあたりから分かりにくいんですが、はい、中盤のラウンドであったでしょうか。止血を行いましてニュートラルコーナーに両選手が分かれます。さあ試合が再開されました。左のストレート最短距離で出していきました野中です。
左フック右のフック、さあここは両選手の拳が当たる距離、近い距離でのコンタクトとなっています。左のストレート、越川が捉えました。右のストレート、さあこの近づいた際にまたクリンチに行きます。この辺りのうまさもあります、はい、越川選手の、ね、はい、右からの左の返しが、ね、よくあのパンチを当ててるんで、その後に、ね、もう一回パターンを作ると、ね、見栄えもいいんですけど、そこでとどまることなく4発目のパンチまで持っていくと、はい、再三石田さんからご指摘がありますが、そういった部分が非常にこの一戦ポイントになるということですね、はい、左のボディです。さあただ野中表情からは引きも見られます。いい、はい、残り3ラウンドとなっています。この一戦試合は第10ラウンド、左フックこのパンチですね、はい、さあ両選手ともに顔には出血が見られますが、どん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 前に出てきます。ここでまた一旦処置が行われます。そうですね、このラウンドになって2回目の処置が行われています。一方の野中に関しても先ほどと一旦まだ取られますね。さあ再開されます。このラウンドも残り30秒を切っています。右のジャブ、近い距離での打ち合い、両選手この終盤意地と意地がぶつかり合います。世界にアピールする一戦にする、そう話した野中と、人生を変える日にすると話した越川の一戦、左のフック越川のフックが捉えている。野中の左も捉える。残り10秒、終了。いや石田さん、いやすごい試合でした、ね、はい、共に相手の顔を捉えるパンチを出していきました、はい、このラウンドの印象いかがでしょうか。いや本当にね、お互いにいいパンチを当ててる、はい、素晴らしいラウンドでしたね。ラスト2ラウンドやっぱり勝負だと思います。そして越川の先ほどのこの傷処置が行われていたシーンが2度ほどあったんですが、それは野中のパンチによる有効打だということが発表されています、はい、第10ラウンド野中の有効打によって越川が出血する場面も見られました。さあこの WBO アジアパシフィックミドル級のタイトルマッチ12回戦、残すところあと2ラウンドです。よっしゃーという大きな声を出して越川は今リング中央に歩みを進めました。さあこの試合も残すところあと2ラウンド、左のフック捉えている。2度目の防衛へ向かう野中勇気か、新チャンピオン誕生か、越川の意地が勝るのか。ワンツー、しかししっかりブロックをしたのは越川。ここは一点石田さん、はい、距離を縮めていくのが野中、先ほどまでと逆の展開ですね、はい、そうですね、このラスト2ラウンドしっかりポイントを取ろうっていう野中の意気込みが感じられるラウンドだと思います、はい、もちろん KO 率 60% 以上を誇るこのハードパンチャーの越川、はい、一発もらえば展開が変わる恐れもありながらですよね、はい、世界を、ね、狙っているので、ここで KO を狙って、はい、アピールしたいところだと思うんですけど、世界へアピールすると話していた野中、ここはアウトボクシングではなくタイミングを見ながら前にも出てきます。さあ好戦的な越川とのこの近い距離での打ち合いがこのラウンド見られるんでしょうか。ワンツー、はい、越川も力強いパンチを見せます、はい。さあここは再びフットワークを使い始めたのが野中です。
しかし自分もボクシングをしながら隙を見て相手を倒すことも考えています。そう話していたのが野中です。さあ左のカウンター捉えた。前に出た越川の顔面を捉えました野中。このカウンターのうまさがあります。新たな武器として相手のジャブにもカウンターを取る、そのボクシングを今回から野中は採用しています。さあ残り1分を切りました。第11ラウンド、ここも素晴らしい動き。誘い込みながらのカウンター、そのカウンターボクシングは野中の持ち味です。ポイントアウトを考え、そして隙を見て KO も考えると話していた野中です。残り30秒を切りました。このラウンド的確にパンチを当てながらじらしながら距離を取る、そして前に出てきた相手に対してはカウンターを放っていく。さあ残り10秒を切りました。第11ラウンド、右のストレート。さあ第1ラウンド終了。残すところはこのタイトルマッチあと1ラウンドとなりました。石田さん、はい、おーという言葉が今こぼれましたが、いやすごい試合になってきましたよね。なりましたよね。ラスト1ラウンド本当にあっという間でした。残すところこの両者の拳が交わるのも3分となりました、はい、2度目の防衛かはたまた新チャンピオン誕生か。野中裕樹対越川航貴の一戦は残すところあと1ラウンドのみです。野中の有効弾による失血もありました越川。はい、ラストラウンドですよね。本当に気持ちの勝負ですよね最後は。はい、どちらがチャンピオンになりたいという思いが強いのか、はい、大きな拍手に送られて両者グローブを交えました。右のストレート、越川どんどん前に出る。しっかりと冷静にリングを反時計回りに回る野中です。どんどん前に出る越川、残すところはこの1ラウンドのみ。左のフック合わせていった野中です。左のフック、打ち割りを狙っていたのが越川。右のストレート、左のフック、さあクリンチ両者を分けます。左のストレート、さあ両者の拳が届く距離での打ち合い。ここまで11ラウンド両者強い気持ちを持ってぶつかり合ってきました。このタイトルマッチも残すところあと1ラウンドのみ。前に出る越川、これは第1ラウンドから変わりません。石田さんが言う、はい、チャンピオンになりたい、その強い気持ちを最後までどちらが持ってられるか、最終12ラウンドです。打ち終わりしっかりとフットワークを使う野中。越川は肉を切らせて骨を断つではありませんが、はい、打たれたらすぐに打ち返す一発を狙っていく。右のストレートカウンター入りました。越川のパンチです。左のジャブで距離を取り、一気に踏み込んでくる越川。右のアッパー、これは野中がしっかりと足でかわしました。ジャブストレート、右のアッパー、アッパー空を切ります。左のジャブで距離をつかむ越川です。しかしそれをフットワークで華麗にさばいていくのが野中です。さあ陣営から越川ラストだという葉っぱをかける言葉もありました。左のフック、野中が捉える、声も出す。残り1分を切りました。このタイトルマッチ、左のストレート踏み込んできた。石田さん残り1分、はい、両者気持ち出てますね。もう本当に気持ちいいですよね最後。お互いにやっぱり一番しんどいと思うんで最後、はい、気持ちを振り絞って戦っていると思います。
越川にとっては8ラウンド以降の戦いというのは未知の領域です。しかし足、拳を止めることなく出し続けてきました。しかし野中、43歳のこのボクサーもずっと打ち続けています。左のストレート捉えている。さあ気持ちがぶつかり合う両者、残り10秒、打ち合います。最後まで拳を交えます。リング中央、拳が止まりません。ここでゴング、最後はお互いの健闘をたたえ合って、両者熱い抱擁。いや、石田さん、まさに死闘、まさに熱戦でした。はい、すごい試合になりましたよね。はい、12ラウンド両者の拳、意地、思いがぶつかり合いました。勝敗は判定に委ねられます。特に石田さん、最後の1分間の攻防、はい、本当にここまで30分以上戦ってきたのかと思う、お互いに本当に手を出し切った感じですよね、はい、凄まじく今観客席からも、はい、ナイス43歳という言葉が送られました。そう、野中は国内最高齢のチャンピオン、43歳です。その偉大なチャンピオンに最後まで向かっていったのが青コーナーの越川光輝。自身未知の領域、9ラウンド以降も足を出し、はい、そして拳をずっと出し続けました。最後は声も出しながら野中を襲っていきました。そして両者最後のゴングの瞬間にはお互いの健闘を称え合う場面も見られました。さあ判定に移ります。ジャッジ報道権利119対109、ジャッジ川上潤115対113、ジャッジ田中貴119対109、以上3対0の判定により勝者、2度目の防衛。世界に行くために新たな自分を見せる、試合前にそう話していた野中。 KO 勝利とはなりませんでしたが、うまさ、強さ、そしてタフさを見つめました。俺はここにいる、世界ランカー入りへ猛アピールです。いや、本当にすごい43歳ですよね。もう考えられないです、はい。判定3対0で野中が勝利を収め、 WBO アジアパシフィックミドル級タイトル2度目の防衛を果たし、今その腰にベルトが巻かれます。野中も両手を抱え、そして笑みを浮かべました。気をつけないと思いました。改めて申し
信弘さんの解説でお伝えしてきましたこの WBO アジアパシフィックミドル級のタイトルマッチは判定3対0で野中裕基選手が勝利を収めました。自分も歴史に名を残したボクサーと43歳ということを表して称えていらっしゃいましたけれども、はい、石田さん改めてこの試合振り返っていただいていかがだったでしょうか。いや本当にね野中君がもう本当に43歳とは思えないボクシング運動量で本当に素晴らしい試合だったと思います。星川選手もね、はい、最後の最後までやっぱり気持ちの入ったボクシングで、気持ちを見せてもらいましたよね。星川はプロがこれが12試合目でした。まだまだこれからキャリアを積んでいけば、はい、もちろん強くなるそういったチームを持ってますよね。はい、はい、もう本当にね、12ラウンドでこのやりきったっていうのを彼の中でも自信だったと思うしね、また次頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。ここまでは WBO アジアパシフィックミドル級タイトルマッチ野中裕基対越川航貴の一戦石田信弘さんの解説でお伝えしてきました。石田さんありがとうございました。ありがとうございました。